どうもなおちんです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はレベル上げやっていきます。250まではウィスさんと戦って結構簡単に上げていくことができます。ただ250から300までが結構辛い。アイテムを使っても、レベルが上がらなくなってますので、実際に戦っていくしか方法はありません。なので250から300まで簡単に上げる方法をご紹介します。場所はここですね。追加コンテンツ、新たなる覚醒後編です。これをある程度進めていきますと、これが発生します。群衆バトルだね。ここで放置をしてレベルを上げていきます。で、放置をやるにあたって連射機が必要になります。連射コントローラーだね。なので何でもいいので連射コントローラーを用意してください。 A ボタンが連打できれば何でもいいです。まあ、ここで A ボタンを連打ですね。連打したまんま放置してください。そうすると勝手に、100体倒してくれます。100体倒すと、クリアですね。1回にだいたい120万ぐらい経験値もらえます。コミュニティボード次第だと思うんだよね。これはまだ完成してないので、120万ぐらいしか経験値もらえないんだけども、あれを完成させれば、200万ぐらい経験値がもらえると思います。完成させるよりもすぐに放置した方が俺は早く上がるかなと思うので、こういう感じで最初から放置に移ってます。はい。放置するときにはレベル250だと思いますので、敵からダメージもほぼほぼ受けることなく倒しきることができます。ちなみに100体倒すまではその時のね、敵の動き次第になるんだけども、だいたい1分半から2分半の間、それぐらいで倒すことができます。なので、1時間、2時間あれば300になると思います。2時間だと難しいかな。とにかく寝る前に放置して起きてから見てみてください。もう300になってると思うので。で、このパーティーに入ってるキャラクターだけがレベル上がります。入ってないやつはレベルが上がらないので注意してくださいね。なんで何回か放置してれば、全員300まではいくと思うので、これが一番簡単なレベル上げ方法ですね。はい、フィニッシュ。2分23秒、ちょっと遅めだったかな。112,000ぐらいです。で、 A 連打してるので何度もこうやってね戦っていく感じですね。はい、ということで今日は放置で無限にレベルを上げる方法やってみました。これプレステ版でもできるにはできるんだけども、プレステ版はダウンロードコンテンツを購入しないといけません。スイッチ版はね、元から追加コンテンツの2つ、この2つがもうついてますので、すぐにやることができます。ちなみにこのね、コミュニティボードの修行、ここだね。ここをマックスにすれば、バトル経験値がプラス 100% になって、もっと美味しいんだけども、序盤でこれをやろうと思うと、ちょっと難しいのよね。キャラクターを集めまくっとかないと、これを 100% に上げるのは難しいので、せめて 20% ぐらいまでは上げときましょう。それぐらいで十分だと思います。あとはね、寝てる時間で何とでもなりますので、はい、ぜひやってみてください。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。